地元四つ街道で活動させていただく四つ街道舞踊家と申します。今年のテーマは百鬼夜行。四つ街道市内に流れ出す夕方5時のあのメロディーを合図に、妖怪たちが集まり、さまよい、そして年に一度の歌を始める、そして朝まで読み明かすストーリーを演じいたします。本日ホストチームで、皆様にはご迷惑をかけたかもしれませんが、よさこい仲間がたくさんのこの四つ街道に集まってくれる幸せ、そして地元四つ街道で踊れるこの幸せを楽しめ、よさこいの最後の演舞、思う存分お楽しみいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。四つ街道を参りようか、百鬼夜行、いざ。
よっしゃ。